ハレリヤ今日も新しい命の朝を迎えましたまず主の御言葉をこうして下へ求め主の御前に進み出ておられる皆さんお一人お一人の上に主の豊かな恵みと祝福が皆さんの生活のた中において豊かに与えられていくことを心から願っています今日は2022年1月4日火曜日です今日私に与えられた御言葉はルカの福音書 一章三十九節から五十六節の御言葉です。ルカの福音書一章。三十九節から五十六節。それから、マリアは立って。山地にあるユダの町に急いで行った。そして。 ザカリアの家に行ってエリサベツがマリアの挨拶を聞いた時子が胎内で踊りエリサベツは精霊に満たされたそして大声で叫んだあなたは女の中で最も祝福された方あなたの胎の身も祝福されています 私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時。私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ。 私の霊は私の救い主である神をたたえます。この癒やしい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください。今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの。主の哀れみは 世ににわたって主を恐れる者びます主はその身腕で力強い技を行い心の思いの高ぶる者を追い散らされました権力のある者を大いから引き下ろし低い者を高く引き上げられました飢えた者を良い者で満ち足らせ富む者を何も持たずに追い返されました 主は哀れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました私たちの父祖たちに語られた通りアブラハムとその子孫に対する哀れみをいつまでも忘れずにマリアは3ヶ月ほどエリザベスのもとにとどまって家に帰った今日の箇所では。 これまで私が見てきたザカリアの妻エリサベスとマリアがついに出会う場面が登場してきますこの二人はそれぞれ全く違った状況に置かれた二人ではありましたけれどもそんな二人に共通した点がありましたそれは見つかりガブリエルが現れて赤子を身ごもりそして男の子を産むという見つけを受けたということでした そしてもう一つ共通する点それは2人とも見つかりを通して語られた主の御言葉に従ったということでしたそして彼女たちが御言葉に従っていった結果ど,のよう,など,のどうなっていったことでしょうかそうです彼女,たちの彼女たちの上に喜びが満ち溢れていきましたそして感謝に満ち溢れ賛美に満ち溢れていったわけです。神様が私になされた御業は 人間の目には不可能と思えるようなことであったかもしれないですけれどもそれを可能にされたそんな神様の驚くべき身業に対して感謝と賛美が捧げられていくわけですこの二人の出会いはそれ自体が大きな喜びに満ち溢れたものとなったと言えます41節から44節の御言葉をまずお読みいたします エリザベスがマリアの挨拶を聞いた時子が体内で踊りエリザベスは精霊に満たされたそして大声で叫んだあなたは女の中で最も祝福された方あなたの体の身も祝福されています私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょうあなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時 私の体内で子供が喜んで踊りましたマリアがエリザベスを訪ねていって挨拶を交わしその声を聞いた瞬間子が体内で踊ったとありますそしてエリザベスはその時精霊に満たされるという体験をしていくわけですそれだけではありませんでした精霊に満たされたエリザベスが今度はマリアに向かって「 あなたの胎の身も祝福されていますとそのように語っていくわけです聖霊に満たされていったエリサベツはマリアのお腹の中にいる胎の身がまさに救い主メシアであることが分かったわけですエリサベツだけではなくそのお腹の中にいたバプテスマのヨハネも胎内で踊ったとあるようにマリアのお腹の中にいる赤子が救い主であることが 分かったように喜び踊り踊り出していったわけです私が教会において主にある巨大姉妹と交わりをなしていくことがありますそんなときにまさにこのような聖霊によるところの交わりがあるとするならばそれはどんなにか幸いなことではないかとそう思うんです子どもの教育の事柄やせ生活のことやまた家族のこと職場のこと 人間関係のことそういった事柄が会話の中心になるのではなくして精霊に満たされた者同士が主にあって共に祝福を分かち合っていく共に互いに喜びに満たされていくそして神様のなされた驚くべき見業を分かち合っていくそんな霊の交わりが私が属する教会やまた 家庭の中に豊かにされていくことを心から願いますそしてそのような交わりの中にこそ主が与えてくださる豊かな喜びと感謝そして賛美が満ち溢れていくことを信じます続けて四十五節をお読みいたします主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです ここでもまたエリサベスはマリアに向かって幸いな人がどのような人であるかをはっきりと語っているわけです幸せな人とはどのような人のことでしょうかそれはまさに主によって語られたことは必ず実現すると信じた人のことであります信仰の人それはまさに見言葉をそのまま受け止めてその通りに従っていく人そそのの人こそ本当の意味で 幸いいな人であるると聖書は語っているわけですエリサベスもまたマリアも2人ともがここで御言葉を与えられて従順をもって従っていったそのような人たちでしただからこそ彼女たちの中には喜びが満ち溢れその交わりの中に精霊の満たしが与えられていったわけですそしてお互いを祝福し合うそんな交わりへと発展していったことでしょうですから愛する皆さん 私もこの朝この2人の姿を見習っていく私とお互いでありたいとそう願うわけです。私が関わっている全ての方々との交わりの中においてまた分かち合いの中においてお互いを喜び合いお互いに感謝し合い祝福し合いそのような交わりが与えられていくことを心から願います。そそ、のたためにこそ主にこ主よって語られた御言葉が必ず、 実現すると信じてて従っていく精霊の人として今日一日主に会って歩んでいかれる皆さんお一人お一人であることを主の皆によって祝福いたします。 エリザベスの霊の交わりを交わしていったマリアがここで口を開き、主に向かう賛美の告白を捧げていきます。皆さん賛美とは一体何でしょうかそれは礼拝の中でのプログラムの一つ、礼拝の一つの順序、要素ではありません。また、ただ単に歌を歌うこととも違います。賛美、それは私たちの心の奥底から、 魂の奥底から湧き上がってくる神様に向かう告白であるわけですマリアの参加の内容は他でもありません彼女が神様に向かって心から捧げた賛美それは神様の恵みに対する感謝そのものでありました46節から48節の御言葉をお読みいたしますマリアは言った私の魂は主を崇め私の霊は 私の救い主である神をたたえますこの癒やしい橋ために目を止めてくださったからですご覧ください今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうアメン神様がこんな癒やしい橋ために目を注いでくださった目を止めてくださったことに対する感謝をここでマリアは告白するわけですなぜ彼女がこのように賛美することができたんでしょうか それは本来立法に従えば異打地にあって殺されても仕方のないそんな自分が確かに救い主メシアを妊娠したという事実を彼女が身をもって体験したそのところから出てくるマリアの魂マリアの霊から溢れ出てくる感謝でであったことでしょうまたマリアはそれと同時に霊に満たされた賛美を捧げていきました。 51節53節の御言葉を読み出します主はその,身腕,の身腕で力強い技を行い心の思いの高ぶるものを追い散らされました権力のあるものを多いから引き下ろし低いものを高く引き上げられました飢えたものを良いもので満ちたらせ富むものを何も持たせずに追い返され追い返されましたここを見ていくときに「 その賛美の内容がまさに救い主メシアがどのような働きをなされていくのかを予言的に歌っている賛美であります。これはつまりマリアが精霊に満たされ精霊によって歌っていった賛美であったと言えることでしょう。精霊に満たされることなくしてこのような救い主がこれからなされるであろう働きについて歌うことなどできないからです。 ここでマリアが歌っている内容を一言で言うならば救い主メシアが来られたならば神の国が実現し成し遂げられていくということです精霊に満たされたマリアが神の国の到来についてここで歌い賛美し告白しているわけです愛する皆さん私たちも口先の賛美ではなくして私も霊の賛美を持って主を褒めたたえていく あがめつつ今日の一日を歩んでいく私お互いでありたいとそう願います。なぜでしょうか神様は過去においてイスラエルの民をエジプトから救い出されたように救い主イエス・キリストを通して全ての死とサタンの勢力から私を既に救い出し解放してくださっているからであります。エリリベツががそしてマリアが 精霊に満たされて賛美を捧げていったように神様を褒めたたえながら交わりをしていったように私たちも絶えず主のなされた御技を褒めたたえながら神様,を賛美さ神様に感謝を捧げていくときに神の国が私の中に実現されていくことを信じます神様の恵みの支配が私のただ中に訪れることを信じます 今日の御言葉にある、このマリアの讃歌、マリアの賛美が。私たちの歌となり、私の賛美となり。私の祈りとなって、信仰の告白とされていく。私たち、お互いであることを、主の皆によって、心から祝福いたします。一言、お祈りをいたします。愛する天の父なる神様。二千年前に、マリアが歌った、この賛美を通して。すべての栄光。を お受けになった主よあなたの皆を心から賛美いたします私が捧げるすべての賛美が主が喜んで受け取ってくださる誠の賛美となり誠の祈りとなり誠の信仰の告白とならせてください今日の一日を主が力強く導いてくださることを信じます私が行くところどこにおいても霊による賛美をもって主を褒めたたいていくことによって神の国が 拡大されていく御業を表してくださいこの祈りを私の賛美を受けるにふさわしい尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますアメン